こんにちは辰野のやいしょいです、えー、今日は牛肉とししとうを炒めて、えー、そこにお肉と野菜のもぐもぐうまいタレですねをかけてみました、えー、玉ねぎが、えー、たくさん入っております。 黒胡椒ごま味ですねとても美味しいので是非お好みの料理メニューにかけていただけたらと思います。